さあスタートしました J リーグジャッジプレイ。今回も SNS での関心が高かったシーンを取り上げて議論していきたいと思います。今日はこちらの皆さんと共にお届けします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するシーンはこちらです。 J1 と J2 からそれぞれ1シーンずつ選出しております。そして競技規則改正についても今回は取り上げます。では早速見ていきたいと思います。まずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグ第18節、北海道コンサドーレ札幌対松本山雅 FC の67分のシーンです。札幌がチャンスを迎えます。このサイドチェンジ、左からボックス内に入った菅が折り返して混戦状態になります。で最後はゴールキーパー森田がキャッチしましたけれども、その前によく見ると飯田の手にボールが当たってゴールを防いでいたのではないかという意見が結構多く寄せられております。まあ、このゲームの中ではファールになりませんでしたが、仮に飯田のハンドでゴールを防いだということになりますと判定がどうなるのか、まあ、そのあたりも含めて皆さんに議論していただきたいと思います。さてまず平畑さん、はい、これスローで見ると、まあ、手に当たってるのは明らかなかな、はい、という感じはしますけれども、はいはい、僕はあの飯田選手の動きがそのなんかボールを止めにいってるっていう感じではなくて、そのあの流れだったらああいう姿勢になるのかなっていう気もするし、うん、はい、あそこでハンドってこうはっきり吹ける感じはしないですね、うん、僕が見てる限りは、はい、意見もどっちの意見も来てるんですよ。なるほど。でまず一つ目の意見なんですが、飯田選手はボールが転がってゴールに入るのをケアするために飛び込んでいると、うん、だから自分の手の方向にボールが来るのは想定外、うん、しかも不自然に手を挙げていたわけでもないのでハンドを取らないのも分かるというご意見と、はい、もう一つは、ハンドではないでしょうかと、ゴールになるのを防ぐ意図で飛び込んできている中で実際に防いでるわけで上場酌量の余地はない気がします。厳しいですよ。あれがイエローなら2枚目で退場ですし、展開に大きく影響したシーンと思いますと、うん、まあ、スコアは1対1で終わってますからね、はい、まあ、そういう意見も来てるということですね、はい、この試合行ってました、はい、で札幌はすごく爽やかで、気持ちよかったんですけど、天候のことですね、天候ね、天候でこのシーンもこう上から見ていて、その松本の選手が体張ってんなっていう感じ、はい、であのスローで見直しても飯田もこの不正で良かったっていうよりも、はい、あのアンデーション・ロペスかなんかがぶつかってきて、はい、もう当たって、はい、もう痛いみたいな顔をしてるじゃないですか、うん、だからこれは意図、やっぱり当たってるのは当たってる、はい、だけど手をこう出してるわけじゃないし、うん、スライディングした時自然なこの手でここに当たっちゃったっていう感じだから、これは本当にどっちでも取れるけど意図的ではないと思う、うん、だからハンドじゃなくてあのまんまの判定で良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。これは上川さん、はい、レフリーの方によってももしかするとジャッジの判定が分かれるかもしれないと個人的には思うんですが、はい、そうですね、上川さんはどうご覧になりますか。まあ、腕の高さがここではちょっとこう、はい、議論のポイントになるのかなというふうには思います。本当にじゃあ飯田選手がこのボールを予測できるかというとできないですよね、うん、非常に距離は近いですし、割とこうぐちゃぐちゃ人が集まった中でいきなりボールが飛んできているような感じがします。で実際にボールは腕に当たっているんですけども、この飯田選手の腕の位置というのが若干体から離れていますけども、ボールのコースが正面から飛んできて、でその離れているけど腕の位置っていうのがこう体の幅の中に入ってる、入ってるように見えるんですよ。そういうふうに見えるんです。そう思うと何かこう体を大きくして何かこう利益を得るような腕には見えない。まあレフリーもそういうふうに判断をしたと。自然に体からこう出てはいない。いないですよね。こうなってれば別ですね。こうなってれば別ですけど。ちょっとでも当たっちゃえばいいなとかっていうんじゃなくて、それはあの足でスライディングをいってる時に自然にこういうふうに出た、この甲にくっつけ、甲に立ったここに当たっちゃってる、でも体のここに入ってるっていうふうにスローで見ると見えましたね。これでもこの至近距離で手出せますかね。いやこれ意図的に出せないね。キーパーでもあれああいうふうに出ないね。はいはい。これでも上川さん、例えば、まあ、本当に主観が最もこう入るハンドというところのジャッジですけど、はいはい、PK 取ってたとします、はい、それでも間違いではないということになりますか。そうですね、あの、まあ、腕のレフリーが結局どう見るかなんです、はい、
でやっぱりあの腕が体の幅から出ててやっぱりちょっとこう大きくしてるよねっていうふうに、判断すればそれはそれであの PK を取ったとしても我々はそのフィールド上のレフリーの判断をこう、はい、理解するとか尊重するといいますか、ね、サポートはできるとは思います。でこれがもしではハンドで PK を取っていたとします、はい、そうするとこれは、まあ、あの前回の放送でも触れましたけど30罰案件になるものということでいいんですか、うん、はい、これはもうあの腕に当たってなければボールはゴールの中に入っているというふうにもう言えますので、うん、はい、もしハンドの反則を取ったとするんであれば PK が与えられてで、腕でその得点を阻止したということで退場になると、はい、おなるほど、プラス出場停止の30罰、はいはい、に出れなくなるということになります、ね、なるほど、まあ、ということはこれジャッジが、まあ、どちらかになるかでだいぶ結末が大きく違うっていうことに平田さんなりますよね。いやでもやっぱりこうやってこうツイートも分かれてるじゃないですか、はい、だからそれだけこういろんな意見があってそれを一人の人が決めなきゃいけないっていう仕事をレフェリーの方がしているっていうことですよね。でどっちにしても文句は言われるでしょうね、うん、いやそうですよね、そうですよね、はい、そうですね、でもどっちかに決めないと、そうなんですよね、それも、ね、はい、1分2分悩んでもどうしようっていうわけしてるわけいかないじゃないですか、はい、だから大変な仕事ですよね。いや本当に、うん、じゃあこれは皆さん三者三様で、まあ、このジャッジで良かったんじゃないかということで、うん、はい、よろしいでしょうか、はいはいはい、では続いてのシーンに行きたいと思います。明治安田生命 J2 リーグ第21節京都サンガ対ビファーレン長崎64分のシーンです。京都がロングボールからチャンスを迎えます。先頭が抜け出してシュートで、それを徳重がセーブしたんですが、そのセーブした、まあ、クリアしたボールがディフェンダーの亀川の手に当たって、これが PK というジャッジになりました。でその判定が正しかったのかどうか皆さんに議論していただきたいと思います。さて平畑さん、はい、もう今日はハンド特集みたいになってますけど、はい、これどうですか。ハンド難しいですね、はい、難しいです本当になんかちょっと厳しい感じもしますね、うん、はい、今のハンドを取るというのが、うん、はい、あれはちょっと避けられないんじゃない。あの一つ目の飯田選手のシーンも、はい、にもちょっと近いというか、うん、こちらは、亀川選手のハンド判定厳しすぎませんかと、うん、そもそもボールはゴール方向に向かっていないシーンですと。でこちらの方は避けられない意図的でないように思えたのですがという、これはハンドじゃなくていいんじゃないと思う、うん、だってあのゴールキーパーの徳重かな、はい、彼だってもう防ぐの精一杯 で、はい、でファインセーブで振ってってそれがこう戻ってきた人に当たっちゃったわけだから、うん、はい、でしかも全然ただ普通に帰ってるだけで当たってしまった、うん、全くなんかこう点になりそうだったでもないし、はい、これは取んなくて良かったように僕は思います、うん、はいはい、まあ、これはちょっと特殊なケースな感じもしますが上川さん、うん、どうでしょう。はい、僕もあの最初引いた映像っていうか、はい、見た時に何が起きたのかな、あ PK かとは思いました、はい、というのもやっぱり本当にキーパーから跳ね返ってきてで、そのディフェンスの選手からすればボールが来ることを自分のところに来るなんて予測はできないですよね、はい、まあ、腕の位置もよくは分からなかったんですけども、まあ、そういう部分でいくともう皆さんと同じようにちょっと PK にするには厳しいなというふうに思いました。ただそのレフリーの角度から映されて映像を見た時に腕が、まあ、スローで見るかよく分かりやすいんでしょうけども、はい、腕がまあ横の位置からそのボールの方向に腕が降りてきているようにも見えるんですよね。でレフリーはちょうどそのほとんど真後ろの角度からこのプレーを監視しているので、まあ、その実際の話を聞いたら腕がボールの方向に降りていったように見えたと、まあ、競技規則の中ではその棒腕がボールの方向に動いたらそれはあのハンドの反則になりますよっていうふうな、はいはい、むしろこれは避けようとしたんじゃないかな、来て分けようとした、はい、本能的にやっぱりこうパッて避けようとするとこうこの前 の、 あの町田のあれもそうだけれど当たりそうになるとやっぱこうちょっと低いじゃないですか、はい、その行為のような当てたというよりは避けようとしても当たっちゃったっていうように見えるかな、うん、はい、力も抜けてますよね。そうそうそう、ボールが当たってこう後ろに弾き飛ばされると、ね、避けようとしてるのもあるんでしょうけども、うん、なんかこう京都の選手が例えばあのこぼれ球ですごいシュートを打てる体勢にその後ろにいたとしたらちょっとハンドっていうかそのかなっていう気もするんですけど、これで
ね、京都の選手がシュートを打てるような状況でもないような気もしますし、そこでこうハンドってなるとなんか厳しい感じはしますね、うん、はい。ですからいろんなことをやっぱり総合的に捉えないとハンドは本当に難しいんですね。まずやっぱり腕に当たってたのかどうかという事実を、うん、まあ、認識できないといけないですよね、はい、その上で、うん、その意図があるかどうか、うん、で腕がどういう動きをしているのかどうかとか、うん、あ、非常に難しいでしょう、難しいですよね、うん、ただ本当にこうやっぱサッカーなんでいろいろ予測もできないようなことが実際にフィールドでは起きるんで、ね、うん、はい、まあ、そういうことも考えながらレフリーは判断を下す、まあ、それがきっと納得得られるところでもあるんだと思うんですよね、うん、選手からもそうですし見てる人からも。ではこれは皆さんまた三者三様、うんうん、ちょっと厳しいんじゃないかという、うん、いうふうには思いますよね。わかりました。